こんにちは、みこです。今回の動画は2024年9月版セリア&ダイソー&キャンドゥ100均推し活グッズ8選と題しまして、2024年8月に SNS 上で紹介した100均推し活グッズを計8点紹介したいと思います。事前に YouTube ショートや Instagram リール、X のポストなどでポイントのみを簡単に紹介していますが、本動画では各商品をもう少し詳しくレビューを行っています。動画ラストでは紹介した8点の中からマイベストとして3商品をピックアップしているので、よろしければ最後までご覧ください。最初に紹介するのはアミファのフォトキーホルダーです。6月末頃に発売されたアミファの推し活グッズシリーズの一つで、シンプルなデザインが特徴のトレカホルダーです。カラーバリエーションは全6色で、くすみ系の合わせやすい色味で展開されています。色味が落ち着いているので、比較的人を選ばないタイプの商品ではないかと思います。サイズはチェキサイズのトレカからスタンダードサイズのトレカに対応しているので、一般的にトレカと呼ばれるものであれば大体使用できる大きさではないかと思います。もちろんトレカホルダーの基本である吊り下げ用の金具も付いているので、購入後すぐに使い始められます。おすすめのポイントは内寸が大きめに作られているところです。内寸が大きいおかげで B8 サイズの硬質ケースに入れたトレカをそのまま封入ができます。人混みなのでトレカが曲がったらどうしようという方は、硬質ケースに入れた状態でぜひ使ってみてください。硬質ケースを UV カット機能付きのケースと組み合わせると色あせ対策もできて、さらにおすすめです。特にシンプルなデザインのトレカケースを探している方にぴったりではないかと思います。カラーバリエーションも主要カラーをしっかり押さえているので、押し色に合わせて選べますし、安価なので押し色以外も気軽に買いやすいのは嬉しいポイントではないでしょうか。続いてはダイソーで購入したサンノートのチェキ用硬質カードケース縦型4枚を紹介したいと思います。チェキやチェキサイズのトレカにぴったりの内寸で作られた硬質ケースで、意外とありそうでなかった100均商品です。透明度が高く、チェキサイズのトレカにぴったりな硬質ケースが4枚で110円で買えるので、すでに数パックリピートしているほどのお気に入りです。今回は縦型のカードケースを紹介しますが、開き口が長辺側にある横型もあります。厚みのあるカードなどを入れる場合は縦型では出し入れがしにくく感じるので、中に入れるものによって縦型横型を使い分けるのがおすすめです。硬質ケース本体の外寸が 62mm×91mm なので、 A4 サイズの9ポケットリフィルに硬質ケースのまま収納することができます。スタンダードトレカサイズに対応したトレカホルダーにも入れられる大きさなので、工夫次第でいろいろ使える便利な商品ではないかと思います。ちなみにスリーブに入れたままのカードを収納する際には、サイズがぴったりめのものを選ばないとはみ出してしまう可能性があるので注意が必要です。積サイズのトレカが多い界隈の方や、トレカを硬質ケースに入れてホルダーで持ち歩きたい方には特におすすめです。 B8 サイズの硬質ケースだと大きめの内寸が気になっていた方にもぜひ試していただきたい商品です。続いてはダイソーの定番硬質ケース、硬質カードケース B8 サイズ縁なし軽量タイプを紹介したいと思います。ダイソーの硬質ケース売り場に並んでいる商品ですが、全体的に薄手の商品で、買い間違い注意と言われているあの商品で、過去に間違えて購入してしまったことがある方もいらっしゃるかと思う、あのペラペラな方で有名な硬質ケースです。商品自体は B8 サイズに対応した硬質ケースで、スタンダードトレカまでの大きさのカードを入れることができます。これ単体で使うにはさすがにちょっと薄手かなという印象ですが、薄手素材を逆手にとっていくつかメリットがあるかなと思います。特に私のお気に入りの使い方は、パンチで穴を開けてサンリングのミニバインダーの表紙に入れて使うという使い方です。薄手なのでパンチで穴開けがしやすく、かさばれにくいというのもメリットではないかと思います。手帳用にアレンジしやすい素材として、サイズ違いでかなりリピートしているのですが、100均などでも買えるサンリングのミニバインダーは表紙の素材に強度がないため、持ち運びの際折れ曲がりが心配なので、1枚この硬質ケースを表紙に挟んでおくと強度が増すので大変おすすめです。ステッカーやトレカを入れて表紙として使うのも簡単なので、ぜひ試してみていただければと思います。続いてはアミファのスライダーケースシリーズを紹介したいと思います。
セリアで購入できる柄付きのスライダーケースの新作シリーズになります。発売時に SNS でもバズっていた商品で、今回は一番小さい牛乳パックタイプと一番大きい哺乳瓶タイプを紹介していますが、他にも真ん中のサイズのクリームソーダタイプがあり、全部で3種類の展開の商品になります。小さい方の牛乳パックタイプは 57mm の缶バッジが余裕で入る大きさで、ダイソーやセリアでも見かける類似の商品と内寸の大きさはほぼ同じです。哺乳瓶タイプは 12cm サイズのアクスタが収納可能な大きめサイズになります。どちらもボールチェーンが付いているので、バッグやトートの持ち手にそのまま吊り下げて使うこともできる、持ち運びにも使えるケースになっています。価格が手頃なので表面保護の目的で使うのもおすすめですし、最初から絵柄がついているので、グッズを入れるだけで可愛くデコレーションできるデザインも魅力です。柔らかいビニール素材で作られているので、強度面はやや心配なところではありますが、持ち運び時の傷防止であれば必要十分ではないかと思います。人気商品なので、発売のタイミングで早めに売り切れてしまった印象ですが、不定期に再販されるシリーズの印象なので、気になった方は気長に探してみていただければと思います。続いてはダイソーで購入した元林のスリーブ ID フォトサイズ 90p を紹介したいと思います。発売されたのは半年くらい前だったような気がするのですが、再販されたのか比較的多くの100均で見かけるようになった印象です。外寸は横 37mm、縦 47mm で、パスポートサイズの証明写真用にぴったりな内寸で作られたスリーブになります。ここまで小さなサイズのスリーブは比較的珍しく、小さすぎてスリーブがなかったグッズの保護に使いやすい大きさではないかと思います。透明度も高いので1パック持っていると便利かと思います。ダイソーやセリアなどで見かけるミニサイズのアルバムキーホルダーのポケットにも内寸がぴったり合う大きさで作られているので、 ID フォトはもちろん、フレークシールなどをまとめて束ねて持ち運ぶこともできるようになります。特に形が不定形なフレークシール類はスリーブに入れることで中身が飛び出しにくくなるので、興味がある方はぜひ試していただければと思います。他にもダイソーのキューリングタイプのリフィルの4ポケットと組み合わせて使えば、 A4 サイズのハガキ用の4ポケットリフィルに ID カード類をまとめて A4 バインダーに収納することも可能です。他のリフィルと組み合わせたりすることで使い方の幅が広がるスリーブなので、小さすぎる紙類の収納にお悩みの方、ぜひ参考にしていただければと思います。続いてはダイソーのチェキ用フォトキーホルダーを紹介したいと思います。ダイソーオリジナルのグラデーションが綺麗なチェキホルダーで、ほぼ色だけの要素なシンプルなデザインが特徴です。シンプルで美しいデザインを好む方が多いのか、 X で紹介した際もとても反応が良かった商品になります。内寸は横 54mm、 縦 88mm で、チェキやチェキサイズのトレカにぴったりのサイズです。カラーバリエーションは全6色で、赤、オレンジ、ピンク、緑などが他にあり、グラデーションの色合いがどれも綺麗です。透明な表面と裏面にグラデーションがプリントされているので、チェキを入れると色の部分は枠だけになるというシンプルな見た目が特徴です。とにかくグラデーションがものすごく綺麗で、クリア素材なので色味も派手すぎないため、チェキやトレカをシンプルに見せることができます。グラデーション部分は裏面のみなので、中のチェキを邪魔することはなく、落ち着いたデザインを好む方にもとてもおすすめです。意外とここまでシンプルで、でも押し色の要素もさりげなく主張している商品は少ない印象で、控えめでおしゃれな推し活グッズを探している方にはぴったりではないでしょうか。続いて紹介するのは、6月にまとめて発売されたアミファの推し活シリーズの中の1商品、スリム PVC ケースグレーを紹介します。どこかで見たことがあるようなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、キェプトシリーズのクリアペンケースミニにそっくりなデザインと印象です。サイズは横 15cm、 縦 7.5cm で、 15cm 以下のアクスタの持ち運びや保護にぴったりです。元値だと思われるキェプトのクリアペンケースミニは横幅が 12cm で作られているので、一回り大きめなのがポイントではないかと思います。ケプトには12センチサイズのアクスタがギリギリなので、15センチ弱のアクスタにも使えるという点が魅力ではないかと思います。表面はクリア、裏面は格子状のメッシュ素材が使われているので、シンプルなデザインなのも嬉しいポイントです。
横幅が15センチ近くあるので、アクスタの保護だけではなく短めのペンや長めのリップも入るの大きさなので、普通にポーチとしても便利です。推し活の場面以外でも使えるので、何かと使いやすいも気がします。アクスタを気軽に持ち歩きたい方はもちろんですが、手軽なサイズのポーチを探している方にも使いやすい商品ではないでしょうか。最後は両方ともセリアで購入ができるシナプスジャパンのアクリルスタンドケースオタコレと、下の貿易紹介のドールポーチお出かけお布団小モチーフを組み合わせたおすすめの使い方を紹介したいと思います。一つずつ使うのではなく、二つの商品をうまく組み合わせることで使いやすさがグッドアップして可愛いおすすめのアイデアです。まずアクリルスタンドケースオタコレは6色展開のアクスタケースですが、アクスタケースという割には素材がかなり薄手のため、アクスタをそのまま入れるには少し強度に不安があります。ドールポーチお出かけお布団小モチーフの方は小型のぬいぐるみを入れて持ち運ぶためのミニポーチですが、中身がむき出しになる構造のため、このまま吊り下げて使うには落下が心配な面もあります。そこでこの2つを組み合わせて使ってみたらという話なのですが、お布団ポーチをアクスタケースに入れてみると横幅がぴったりに入ります。しかもお布団ポーチがクッション、アクスタケースが落下防止の役割を果たすという、お互いのデメリットを補い合える使い方ができます。しかも見た目も可愛くなるのがポイントで、アクスタケース本体カラーとお布団ポーチの色味を合わせるとより統一感が出ておすすめです。ポーチ自体が柔らかい素材、お布団ポーチも布製なので厚みのあるぬいぐるみにも使うことができるのも嬉しいポイントではないかと思います。組み合わせて購入しても220円というお手頃価格なので、手軽に挑戦できるのも嬉しいですよね。2つの商品を組み合わせて中にいるだけの簡単レジなので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。最後に今回紹介した8商品の中で個人的にお気に入りの商品を3点紹介したいと思います。今回お気に入り3に選んだのはアミファフォトキーホルダー、サンノートチェキ用硬質カードケース縦型4枚、元林スリーブ ID フォトサイズ 90p です。アミファのフォトキーホルダーは実際に現場にも持って行って使っている商品で、硬質ケースのまま封入ができるので強度面はもちろんですが、中に入れるドレカサイズに融通が効くというのも使いやすいポイントかなと思います。小さめな K-POP サイズのドレカでも硬質ケースと組み合わせれば使えるので非常に使いやすいと思います。続いてはサンノートチェキ用硬質カードケース縦型4枚で、チェキサイズのドレカにぴったりな高透明の硬質ケースが4枚110円で買えるのはとてもありがたく、先に宣言してしまいますが、今年買ってよかったものにランクインさせる予定でいるくらい気に入っている商品です。最後は元林スリーブ ID フォトサイズ 90p で、たくさん使うわけではないもののスリーブに入れたい小さすぎる紙類グッズの保護に便利です。90枚入りと量も多いので1パック持っていると何かと便利に使えるかと思います。以上、2024年9月版セリア&ダイソー&キャンドゥ100均推し活グッズ8選を紹介しましたが、気になる商品がありましたらぜひ店頭で探してみていただければと思います。なお動画公開時点での商品の在庫状況に関しては確認していないので、各店舗にて直接お問い合わせください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。